激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。パナソニックスタジアム吹田へようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、浦和レッドダイヤモンズがガンバ大阪と戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。このチームは高い位置からプレスをかけて相手のパスワークを邪魔するプレーが得意ですね。今日のラインナップはどうでしょうか。今日もとことんプレスをかけていくはずですよ。よほどボールコントロールに長けていない限り、圧力を受けるとプレーは乱れミスにつながりますからね。浦和のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。井出口洋介、宇佐美貴史、キム・ヨンゴン、笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。倉田修、宇佐美貴史。宇佐美は相手から見ると恐ろしい選手ですね。マークに苦しむこともありますが、ゴール前での天才ぶりは変わりませんね。あっと驚くようなゴールシーンを見せてくれます。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。これはカウンターのチャンスです。ドリブルで持ち込んでいます。カウンターアタックに入りましたが、ボールを奪われました。倉田修、キム・ヨンゴン、井出口洋介、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ディフェンダーがうまく読んでいました。興梠慎三、柏木陽介、興梠、井出口洋介、宇佐美貴史、遠藤康人。チャンスにできるか。浦和レッズのスローインです。岩波拓也、鈴木大輔、三浦玄太、遠藤康人、井出口洋介。ガンバが攻めに出ます。宇佐美にいいパスが通った。何かしてきそうですが、いいボールを送りたい。ここでシュート、わずかに外れました。入っていればハイライトを独占していましたね。これは入ったかと思いました。実に惜しかったですね。惜しかったですね。積極性はいいんじゃないでしょうか。
遠藤康人。遠藤の存在感は変わりませんね。パスの精度とポジショニングが絶妙です。この年でも第一線でやれるのは素晴らしいですね。ちょっと消極的なパス回しです。何をしてくるのか遠藤康人。ここからどうするのか遠藤。何を狙うのか。仕掛けてくるのか。パス、さらにパス、ショートパスを、チャンス。キーパー弾く。いい位置です。狙える位置です。ナイスディフェンスです。ゴールキックから再開になります。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。このヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。これは悔しいでしょう。惜しいチャンスでした。絶好のボールでしたがうまくミートできませんでしたね。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。タックルで止めました。スローインです。引いて守りを固めています。遠藤康人、ゴールに向かっています。クロスのチャンス。ここから狙うのか。チャンスにできるか。遠藤、さあどうする。西川がセーブ。柏木陽介、長谷部が行きます。素晴らしい読みでインターセプトしました。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ボールは相手に渡ります。前に進んでいます。相手ボールになりました。遠藤康人、何かしてきそうですが何をしてくるのか。ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。宇佐美隆、ディフェンスがブロックしました。長谷部誠、レッツが攻めに出ます。ゴール前までは行くのですがそこでボールが止まってしまいます。パスはまっすぐ相手に渡ります。東口正明、この位置で相手のマークに合っています。遠藤康人、味方に合いません。キーパーが難なく処理しました。ゴールキーパーがよく飛び出しました。
ボールを抑えています。相手に渡ります。藤原ひろき、中にクロスが入った。クロスは通りません。チャンスを潰しました。ボールが足につきません。ルーズボールだ。いい位置です。先制点が決まりました。不思議はないですね。ずっとボールを支配してより多くのチャンスを作っていました。宇佐美のゴール、鮮やかに決まりました。決まり始めるとゴールを量産する選手です。この後にも注目ですよ。違うアングルから見てみましょう。柏木陽介、この動きが長谷部です。相手ボールになります。井出口陽介、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。キム・ヨンゴン、このボールはクリア。ヘディングでクリア。スローインです。オジェソク、サイドに展開します。エンド、ディフェンスがクロスをブロック。ボールをクリアしました。クリアボール、おっと裏へ出した。もう少しでしたが枠の外です。この動きが長谷部です。柏木陽介、これは相手にパスしてしまいました。倉田修、井出口陽介、ここは下がってブロックを作ります。遠藤康人、無理をせず着実にボールを回しています。遠藤康人、ドリブルで運びます。ここは押し出します。遠藤康人、オジェソク、サイドから勝負に行くか。何をしてくるのか。チャンスにできるか。キーパーがうまく飛び出した。クリーンなタックル、ボールを奪いました。遠藤康人、倉田修、井出口陽介、狙える位置です。ボールがこぼれました。クリアできるか。怪我をした選手と交代のようです。このアクシデントは計算外でしょうね。遠藤康人、中の選手にクロスを入れた。クリアして危機を脱しました。
クロスを出せるか。ここで網にかかる。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も、後半のキックオフ、今度はガンバ大阪ボールです。倉田修、素晴らしいボールです。いいクロスが中に入った。中でフリック。柏木陽介、このパスはカットされました。藤原博樹、キム・ヨンゴン、宇佐美貴史、ちょっと消極的なパス回しです。仕掛けてくるのか。遠藤、これはナイスインターセプト。興梠慎三、スペースへのボール、ここから狙うのか。柏木陽介、東口がしっかり止めました。ボールは相手に渡ります。倉田修、井出口洋介、藤原博樹、前に運んでいます。ここは味方を使います。井出口洋介、いいところへ出した。ゴールです。ゴールだ。交代で入ったばかりですが、しっかり結果を出しましたね。あのシュートはファーストタッチだったかもしれませんね。素晴らしいパスからのワンタッチゴールを決めました。トラップしてはチャンスが無駄になるとの判断でしょう。難易度が高いシュートでしたが、よく決めました。柏木陽介、岩波拓也、興梠慎三。興梠はしぶとい選手ですよね。あまり大きくはないんですが、前線で体を張って味方を生かせます。技術と判断力が素晴らしい選手ですね。関根貴弘、タックルで止めました。スローインです。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。岩波拓也、関根貴弘、相手が触ったボールはスローインになります。遠藤康人、井出口洋介、遠藤康人、サイドに展開します。井出口洋介、さあどうする。
クリアして危機を脱しました。関根隆弘、長谷部誠、鈴木大輔、ゴール前に入ってきました。クロスを上げたい、いい位置です。さあ打った、このシュートはディフェンスがブロックしています。中に入れた、このボールはしっかりキャッチ。倉田修、着実なビルドアップからチャンスを狙います。ここは2人で回します。遠藤、深くえぐって折り返す形のクロス、チャンスにできるか。倉田修、シュートコースは枠の外でした。出口洋介、遠藤康人、サイドへ展開します。クロスを狙ってきますか。ここはしっかりクリアされました。ゴール前に入れた、コーナーキックからのセットプレーはキーパーが防ぎました。ボールを奪われました。長澤和樹、関根隆弘、これは相手にパスしてしまいました。アデミューソン、リードしている余裕でしょうか。焦らずに素早くパスを回しています。アデミューソンが突破を見せる。狙った、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。長谷部誠、このパスは読んでいました。井出口洋介、遠藤康人、アデミューソン、ボールを回してチャンスを伺います。遠藤康人、入った。これはナイスシュート。ガンバ大阪が点差を広げました。これはもう決定的でしょうか。前線の選手にだけ攻める意識を残し、これ以上無理には取りに行かないかもしれませんね。浦和レッズが選手を交代します。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。
興梠慎三、ゴールに向かっています。ルーズボールになっています。ボールを素早く戻します。遠藤康人、井出口洋介、今日はパスがつながります。サッカーの基本ですね。みんなでしっかりつないでいます。味方の位置を確認する。アデミューソン、何をしてくるのか。藤原博樹、さあどうする。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。サイドにスペースがあります。いいボールを送りたい。体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。ボールは相手に渡りました。見事なスルーパス。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。一人で持ち込んだ上でのフィニッシュです。かなりの距離を走っていますね。ディフェンス側は何をしていたんでしょうか。違うアングルから見てみましょう。遠藤康人、井出口洋介、スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。鈴木大輔、長谷部が行きます。ボールをドリブルで運んでいます。仕掛けてくるのか。中央にクロス、ダメです。いいクロスに見えたんですが。遠藤康人、サイドのスペースが広く空いています。クロスを上げたい。マイナスのクロスを入れた。ディフェンスは冷静にボールを大きくクリアします。体を張ってボールをキープしています。ここからどうするのか。しっかりキープします。このクロスはそのままサイドラインを割りました。ボールは再び外に出て、もう一度スローインです。山中亮介、岩波拓也、長谷部、鈴木大輔、すごい声援です。スタジアム全体がチームの勝利を願っているかのようです。はい、熱いサポーターの声援に選手もプレーで応えたいですね。ボールを守っています。藤原博樹、倉田修、アデミューソンへ。これは見事なインターセプト。長谷部誠、このパスは読んでいました。ボールを奪われました。岩波拓也、
狙える位置です。ドリブルで運びます。まずは1点返したい。決まりました。これで1点差。残り時間で追撃できるでしょうか。厳しい状況ですが諦めていませんね。今の勢いがあれば同点に持ち込めるかもしれません。ゴールが決まりました。これで1点差としています。相手の選手も必死でリードを守りに来るでしょうから、追いつくのは簡単ではありませんよ。遠藤康人。レフリーが笛を吹き試合終了。これは悔しい敗北でしょう。選手たちも事実を受け入れられないようです。ダービーマッチですから対戦の重みが違います。サポーターに勝利を届けたかったでしょうね。